おはようございます。モテ気功作美空研究所長でやっていきましょう。砂塚森田さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。中村修平さん、おかえりなさい。お疲れ様でございました。寺井修香さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。友人さん、おはようございます。お仕事準備でしょうか。さあ、昨日はですね、和田健一の誕生祭ということで、皆さんそれぞれ思いの丈をね話しておられましたけれども、これ音声の発信でやってて一番僕こう合うなぁと思うのが人のお誕生日ですね。これはまあもちろん昨日の和田校長だけじゃなくて、まあそれこそリカルドさんとか栄美先生とか畑先生とか、まあ、なんかそのたんびにね、まあ、昔はそのフェイスブックのさ、お誕生日ですにみんなでおめでとうと書き込む機能あるじゃないですか。あれ、まあ、本当に初期の頃は書いてたけど、まあなんかあそこにねたくさん集まるっていうのも賑やかになって、普段投稿してない人でもね、なんかボールが盛り上がって、あれはあれでいいかなと思ったんですけど、なんかせっかく年一回のメッセージなので。なんだろうね、本当に1年お世話になりましたっていうなんかそういう感じになりますね。なんか友人さんの話聞いててもそうですけど、おめでとうって本当に思ってますよは、結局まあこの1年ね、去年の誕生日からまあ、今日に至るまで、まあ本人がねどういうつもりでいてくださったかは別としてですね、まあ、こちら側としてはこういうものを受け取ったんですか。でそれに感謝していて、それをすごくこう一番外側でまとめて放送用紙としてリボンくくってお渡しすると。まあ、そのリボンみたいなものがこうおめでとうございますではあるんですけど、本当はまあその包装用紙でくくった中身に何が詰まっているかだと思うんですよね。でそれがこの1年本当に僕はこういうところでいろいろ受け取りましたよと。でそれはあなたが意図したものかもしれないし、無意識だったかもしれないし、どれであっても僕にとっては大事なことなんで、感謝していますというふうにしてお渡しするというですね。それがまあ例えばね、すごく高価なものであったりとか、ものをプレゼントするとかっていうのも、まあみんなでねケーキを買ってきて。パーティーみたいに企画するとか、それでもう全然ねそれが伝わるんだと思うんですけど、まあ、なんかオンラインの関係だからこそ余計にですけど、なんですかね、形だけじゃないっていう風にするのは意外と難しいよねっていうね。でそうするとテキストでもなく、テキストで長く書いてもいいんでしょうけどね、音声のメッセージがすごく誕生日の感謝の伝え方に合ってるなって思ってます。なんか友人さんの話聞いても
あ、だから本当に心からリスペクトしてんだなというのがね、なんか一つ一つはユジンさんの思い出にも聞こえるんですけど、じゃなくて、まあ思い出のようでいて、感謝の感謝、本当に感謝してるということに対する根拠みたいな関係にもなってて、これが面白いところで で、これがまた何て言うんですかね、ぶっつけなのもいいですよね。練ってないから、練らずにそれが出てきたっていうのはやっぱ本物なんですよ。で、誕生日のメッセージほど、嘘より本物がいいっていうのはさ まあ嘘ってことはないんだよ。なんか、デコるよりも、まあ本物の方が、あと本人がに伝わる伝わらないもあるんですけど、そうじゃなくて、本人以外の人が、まあそのメッセージ聞いた時にどう思うかっていうことの方が僕は大きいかなと思ってて、要するに陰で褒めてるみたいな話になるわけですね。その陰で褒めるの最大級みたいな状態になると思うんですけど、あの人はこんなに素晴らしいんだよっていうことを公の場で、でも本人が聞いてる聞いてないに関わらず思い切り言うっていう。回り回って本人に一番いいものが返っていくんじゃないかなっていう気もしますし、で、逆にさ、本人から、なんか、あの人素晴らしいんだよっていう話になった時に、本人の活躍そのものを直接見るよりも、その周りに取り囲んでる人が、普段一緒に暮らしてたりとか、普段一緒に関わってたりとかっていう人が、つくづくいいよねって言ってるっていうのは、これめちゃくちゃ信頼感を感じるじゃないですか。外側の視点から見たとか。なんか、病院とかさ、僕、歯医者さんとかはよく思うんですけど、いい歯医者さんだなって思うので、受付の 方の雰囲気がめちゃくちゃいいんですよ。あ、いい先生なんだろうなって思う、その時点で。まあ、こじんまりした、先生が中心のチームなわけですよね。お医者さん、町のお医者さんとか。で、そうすると、まあ、中に入って治療を受ける前に、その受付の方にいろいろやってもらうわけじゃないですか。で、そこで受ける雰囲気とか、丁寧さとか、優しさとか、なんかそういうので、ああ、いい先生っていうのが 伝わっちゃうっていう病院ありますよね。なんかそういうイメージです。なんか、周りの人がどういうふうに先生をリスペクトしてるかが伝わってきた方が、そっちの方が信頼感高いっていうのは。なんかそういうのにね、周平さんもね、昨日、出張から帰ってきて、まあ出張で感じた課題とともに、和田健一への思いを語っておりましたけど なんか、周さんのね、なんか、あのキャラで現場責任でトップを、まあマネジメントのトップをちょっと任されて、で、年上年下いろいろいる中で、まあ、どういう作業されてるかわかんないですけど、まあなかなかのことだと思うんですよ。人間力というか まあ本音っていうことが昨日の周平さんにとっては、まあ一つのキーワードになってたけど、本音だけじゃないと思うんだよね。まあ、たとえ本音が言えたとしても、その本音を言うタイミングとかもあるし 言い方によるっていうのもあるし、まあこっちが言えたとして、向こうから引き出せたのかっていう別な課題もあって、これ一つ一つ解像度上げていくと、結構な難易度というか、
奥深いというか、もうまあ一つ一つそれもね、トレーニングしていくしかないんでしょうけど、まあでもなんかあそこまでこう仕事の自分のプロフェッショナルに感じね、やっていることでの課題をね、出張終わりの出来たてほやほやの課題じゃないですか。それをシェアしていただいて、あれはなんていうか、僕はああいうのが一番聞きたかったかもしれないですね。そういえばそういうことをシェアし合おうと思っていたのかもしれない。で、よくよく考えたら僕もそうしようと思ってたんだけど、あんましてなかったですね。あんま研究の話してないな。結構ね、行き詰まっているんですけどね。全然うまくいってねえじゃねえかと。いや、うまくいってないわけじゃない。なんかはかどってない。一方では、見えた、ワクワクしてるぞ、これいけるぞ、みたいな一方で、どう表現したものかで、こう、全然噛み合ってないよ、俺の今のね。なんていうの。分析にはハマるんだけど、で、見えたっていうワクワクがありながら、表現するって別なことなので、そっち側に、まあだから文章に落とし込むとか、図を整えるとか、そっち側に全くこうエンジンがかからないっていう。で、まあこれ両方ガガガガッと噛み合って一気にギューッと進む時もあるんですけど、っていうね、まあなんかその、そういうさ、研究者っぽい葛藤じゃないですけど、なんかね、そういうのを話そうと思ったんですけど、あんまりそれを表現できてないなと。ミスロ研究所では僕はそういうことを、なんで俺こんなことで葛藤してんのかと。難しいからじゃないんですよ。乗ってないんですよ。なんかできるかできないかっつったら、できることなんだけど、やればいいんだけど、乗ってないっていう。なんかそれに非常にね、苦しんでて そういうことをね、なんかシェアしたらいいなと思ってたんだけど、してなかったな っていうことにね、昨日の秀平さんの現場でのね、課題というか、本音を言うのが苦手ですと、すごいわかります。そしてなんかかつてそういう時期があって、でなぜ言えるようになったのかもよくわからないので、でもその本音を言うのが苦手ですっていうことを公に言ったことは大きな一歩なんじゃないですかねとは思いました。そもそも本音出さないっていうのは、本音を外に出すということが苦手だというに認識すらまずないっていうところからスタートなんで で、本当は言いたいんだよと、あと一歩なんだけど言えないんだよなかなかっていうところまで来ている人は、まあある意味ちょっと近づいてるんですよ。で、言っては見たもののうまく伝わってる感じがないっていうのが次の段階でしょうね。あとは言うタイミングをなかなか見つかれば言えるんだけど、条件が整わないとどうやらそのちゃんと表現できないというようなところに行って、でまあいろんな条件をこうクリアしてって、まあ比較的いろんなタイミングであるとか、1対1でも言えるし、大勢の前でも言えるっていう まあそこまで行くと相当の猛者ですけど、まあ、そうやってこう条件がだんだん広がっていくっていうイメージなんじゃないですかね。でもその喉のここまで来てるっていうのは、まあだいぶその段階としては本音を言うのが苦手の中では、苦手意識からの脱却のちょっと手前にいるっていう感じですよね。一番最初はその本音全く言ってないのに苦手であることにすら気づいてないっていう
言ってないよねっていうことを人に言われてもピンとこないみたいな、それぐらいのレベルからスタートすると思うんだよね。なんすか本音ってっていう、別に何も隠してるつもりもないしっていうぐらい。でも本当は思ってるじゃんそれを、あーまあ言われてみればみたいな、そのほじくり返されないと、うん、相当きつく強い力でほじくり返されないと出てこないもので、で自分で言葉にする術もあんまりよくわからないっていう段階がまずあるんだと思うんですけど、そこからはもうちょっとだいぶ喉までかかってて、タイミングと条件整えてほしいなと思ってんじゃないですかね。なんかでもあとはどういうタイミングなのか条件なのか、まあ相手によるでしょうね。なんか年下だったら言えんだけどなとか年上は年上でもこういう感じの人だと言いやすいんだけどなとかあると思います、うん、でもなんかそれもすごく 1+1 で分解していくと、本当 1+1 からやればいいっていう和田健一の考え出した、まあ非常にシンプルな法則ですけど、まあ強力だなと思いますよ。何でもバカみたいにその引っかかったら 1+1 に戻ればいい。これにおける 1+1 ってなんだっけっていうところに分解していくと、ほぼほぼ全てのことがまずは解像度が上がるかなってね思ったりするかな。そうするとなんかこう噛み合ってないとかうまくいかないとかも、まあ 1+1 に戻って、あとは地道に1万回この 1+1 を繰り返すだけでいいのか、まあ1000までプラスしてったらその後は掛け算になるのか分かりませんけど、でもね01じゃないっていうことが大事なのかな多分ね。その01をやろうとすると結構ねそんなのできねえっつって、それこそ才能だろうと思うし、思っちゃうし、かなり絶望感があるんですけどできねえよそんなの、出てこねえよっていうね。だけど 1+1 ってのはすでにあるものとすでにあるものを最小までこう分解してって持ってる、能力だったり、条件だったりを最小単位に分割して、これとこれを足すところから一歩が始まるよなっていう初めの一歩を見つめ直すじゃないですけど、まあ、そういうことだと思うんですよね。そうするとまあなんかいつからか苦手になっていたものだったりもするし、現時点で身につけたことがないものに対してもこれとこれぐらいだったら確かにできるなっていう取っかかりが見えたりとか、まあ、そういうパターンなのかなと。そしてね、なんか周平さんはそのなんていうんですかね、やっぱ走りを学ぶだけに収めてなくてさ、やっぱりいろんな人と出会えるとか関われるとか、苦手だったコミュニケーションが少しこう開けたりとかっていうことにもこう感謝を広げてて、でも和田健一はそれを提供しようとは思ってなかったと思うんですよ。でも結果そうなったっていう、それをさ、まあ、和田健一に直接届いてても聞いてようか聞いてまいがさ、周りの人が聞いてて、これもそうなんですけど、陰で褒めてるの最大級の形かなと思うんですけど、やっぱ信頼感が高まりますよね。和田健一っていう人の信頼感を高める発言だなと思うんですよ、周平さんの話し方って。こんな風に1年お世話になってきて、
だから感謝してるんですよ。まあ、ユージさんの時と一緒ですけど。で、それのこうバリエーションがさ、ユージさんの時と、周平さんのストーリーと、全然違うじゃないですか。これバリエーションが増えれば増えるほど、和田健一を多面的に、なんていうか、信頼させる要素を増やしていくっていうか、なんかね、別にそのみこしに乗せて担ごうみたいなつもりはないんですけど、でも間違いなくこう中心にいて輝くタイプのキャラクターである能力者というか、まあ、ね、あの周平さんは太陽のような人と、あれ友人さんだっけ太陽と表現したのはどっちだったっけ、周平さんだったような気がしたんだけど、まあまさしく太陽なんですよね。放つ光がえぐいっていうね、もう暑すぎてそのあまり溶けるんだかっていうね、そういうタイプの能力者って、まあ、中心に置くことが大事なんですよね。で、中心に置くというためには周りが存在しているということを、その反射する光をちゃんと見せてあげる必要があって、それでやっと あそこが中心なんだって認識されるわけじゃないですか。でそのためにはこう金星なのか水星なのか地球なのか分かりませんけど、惑星として周り回ってるものがちゃんと、半分その人から受け取った光を跳ね返してあげないと、まあ、その他の周りにはね、伝わっていかないんですよね。だからまあ、その僕らも名もなき僕らもですねまあ光を受け取ったらその光をこうちゃんと跳ね返すことに、まあ何らかその多少コストがかかるのか負荷がかかるか分かりませんけど、やって、で別な方向に光を広げるっていう、散らさせるっていうのがね、まあ、昨日の友人さんの発信であり、周平さんの話し方というか、そういう感じに映画しましたね。はい、まあ僕は僕で謎の発信をしてしまいましたけど和田健一誕生祭あんまりどうなったんでしょう、どう受け取られたんでしょうかよくわかんないけど、まあでもね、結構あの本はやっぱり好評ですね。すごく買いましたよって話を僕のところに届きますから、ね、びっくりしましたよ。あんなにその新革命理論のさ、アマゾンレビューが200件超えてるっていうね、200件はすごいなと思ったな40件ぐらいまではまあ多少ね、その、まあ、僕ら熱い仲間内で頑張ってつけていけばいけるかなっていう数かなと思うんですけど、200はね、あれは完全にその中身が本当にちゃんとしてて、ちゃんと響かなかったらつかない数だと思いますよね。素晴らしいなと。はい、まあ、そんなことになりましたが、なんか、あ、そう、善くんがなんかちょっとね、検査とか言ってたけど大丈夫だったんですかね。耳どこだっけ、病院の検査とかね、なんかあの、まあ、僕のところで行くと、この辺で行くと大きな病院は横浜市立大学病院とかかな、あとは南京西とか、ま、さっきねちょっと町医者さんの話をしましたけど、でっかい病院っていうのは何だろう、ちょっとなんか僕あれなんですよね、テーマパーク感があってワクワクしてしまうっていう僕だけなんですかね。なんかよっぽどじゃないといかないわけじゃないですか。なんだろう、いつ行ったかな。まあまあ、でもちょこちょことお世話になるわけですけど、なんだろうね、行く用事としてはさ、
なんか怪我したり病気したりとかっていうネガティブなことが起こってるから、あんまりいい気分じゃないはずなんですけどね。大学病院みたいなとこ行くときにちょっとテーマパークに行ってるような錯覚というか、なんですかね、なんか物でけえし、メカすごいしみたいな、廊下広くて、患者さんもね、ほんといろんなレベルの方が、ね、こう長く入院してて、もうすっかり馴染んじゃってるぐらいの長い入院の方もいらっしゃれば、何だったかな、そうだそうだ、子供が大怪我して救急車でっていう時に救急病棟入ったんだな、まあそんな大した怪我じゃなかったんだけど救急車だったって、救急救命病棟の入り口のね、かっこよさというか、出際の良さというか、人ってここまで訓練されると洗練されるのねっていう、まあ、プロの動きですよね。なんかそれと、なんかもう本当だからリスペクトを超えて笑っちゃうっていうね、ディズニーランドのキャストさんのさ、キレのあるダンスみたいな感じでさ、レベル高と思っちゃって、なんかもうありがたいことなんですけどね、もうね、迅速に対応していただいて大丈夫ですっつってすぐ処置してすぐ帰れたから、全然もうリスペクトしかないんですけど、あまりのレベルの高さに笑っちゃったっていう感じですかね。あとは自分もだから なんだ盲腸だとかそれぐらいのレベルですけど、なんか入院してね、お世話になったりとかいましたけど、なんかね割と何だろうな、ドラマとかさ物語とかだとちょっと物悲しく書かれたりもしますけど、僕の中でもすごいなんかかっこいいものになってるっていうか、すごいポジティブで、なんだろうな、なんかプロフェッショナルのね集合体じゃないですか、あれ以上のところってなかなかないよね。多分その当然ね命は使うからっていうのもあると思うんですけどね。でもなおかつそのシリアスなだけじゃなくて、やっぱその関わってずっと働いてる方のメンタル保ってないと、それ正しく、あるべき処置を続けられないから、そこもやっぱりすごくちゃんとされてて、本当雰囲気がいい人が多くて、レベル高いなっていうね、そういうチームレベルの高いチームを感じるには、なんかそういう場所なんでしょうね、なんかね、でも行って会うだけで笑っちゃうぐらいレベルが高いことを感じ取れちゃうっていう、なんかそういう感じですまあまあそのいろんなとこあると思いますけど、僕がお世話になったイメージはね、なんかそういう感じでしたね。はい、ということで今日も皆さん一日誰と笑いますでしょうか。いや今日もね、何しようかな、週の終わりにあっという間になってしまいましたけど、そうだな、今日明日明後日ぐらいに、そうだな、周平さんになって、仕事現場での思ってることを話せるようにしてみようかなと思ったりしておりますということで今日も皆さん良き一日を。では。
また。ゆうじんさん、じゃあね。